大変お待たせいたしました。全日本セグェイ選手権ラテンアメリカン部門の結果発表です。セグェイを踊り切ったトップダンサーの皆さんに登場していただきましょう。皆様拍手でお迎えください。結果発表です。セグェイ選手権ラテンアメリカン部門第3位は、森田銀河、小和田愛子。おめでとうございます。第2位は、野村直人、山崎香里。おめでとうございます。そして栄えある優勝は、そして第4位、正谷恒喜、斉藤めぐみ。第5位、清水元光、丸市美由紀。第6位、竹内ひろむ、中島裕貴。第7位、関隼人、長谷川真希。第8位、中村幸輝、大塩霞。第9位、中島光一、奥山智美。第10位、須藤達也、庄司真由。第11位、瀬底翔太、堀川誠。第12位、岡本圭介、塚越亜美。選手の皆さん、素晴らしい演技をありがとうございました。会場の皆様、今一度大きな拍手をお願いいたします。ここで皆様にお知らせがございます。本日の全日本セグェイ選手権をもちまして、増田大輔、塚田真美組は全ての競技から引退することとなりました。セグェイ選手権では2017年より2020年の大会中止を挟み、5大会連続の優勝を支えました。今後のご活
躍を心よりお祈りいたします。会場の皆様、お二人に大きな拍手をお送りください。それでは表彰です。見事チャンピオンに輝いた増田塚田組には優勝杯が贈られます。授与者は稲川元子会長です。そして1位から3位の選手には賞金が贈られます。授与者はラトナサリレビースカルノ様です。主催者よりカップ、賞状、賞金が贈られます。授与者は内田義明副会長、石原久志専務理事、地団公平常務理事、奥村三郎常務理事、秋田敏夫常務理事、鳥居陽子常務理事です。続きまして副賞です。優勝の増田塚田組には株式会社みやび様よりオーダースラックスが贈られます。そして優勝者にはふるさと賞として中部日本ボールルームダンス連盟様よりお楽しみセットが贈られます。以上、全日本セグウェイ選手権ラテンアメリカ部門の表彰式でした。選手の皆さん、素晴らしいセグウェイの披露をありがとうございました。